レディースバトル。皆さんこんにちは、パリンコンです。はい、パチンコ師匠のドリームソーサーカです。オリホーのパリンコンです。もう一回言っちゃったさあ今日は、はい、注目機種大人気の、はい、はい、来ましたよ、やっとやっと来ました。多分見てる方はパチンコの編集者っていうのはどんな台でも詳しいんじゃないかとかいう印象があると思うんですね、うん、だけど、まあ、色いっぱい出てるじゃないですか。出てるね。そんないっぱい打ってられないんですね、正直。でそこでやっぱ自分の担当機種みたいなものがあって、やっぱその機種に関してはすごい詳しいとか、うん、そういう感じになってるわけですよ。で前置きが長くなりましたが、何が言いたいかというと、私と、はい、バリコンさんは第一担当でございます。そうなんですよ、はい、第一の機種は任されるみたいな感じなので、はい、今日はもうかなり説明もできるよね。はい、うん、ピンクレディーセカンドツアー、うん、はい、そう、演出もかなり出せればね、説明もバッチリするので、はい、かなりで、今回で対戦が回って2周目に突入したんですよ、ね、そうだよ、もう以前は何って感じだったから今日はもう負けないようにエヴァのエヴァの時は、うん、バリンコンさんが負け、うん、私が勝ちだったの。でもあれは勝負がつけすぎたから、はっきりと。すげえ、すっごい出た。そう、私いきなり制覇もあったので。あ、そうでしたよね。そうだよ、だから、うん、今日は、まあ、ピンク愛を試すという形で、ササじゃないや、サヤカを叩き止めしてパンダじゃない、はい、はい、じゃあそんなわけで、うん、ピンクレディセカンドツアーの日本でカットをどうぞちょっと噛んでます前作より4年半の沈黙を破り復活、 CR ピンクレディセカンドツアー XT。 基本スペックは各編突入率 69%、 2ラウンド各編含む大当たり確率通常時 336.5分の1、 各編時 33.65 分の1、 昇級数3&4&10&13、大当たり出玉約1500個、ラウンドカウント数2ラウンドオア15ラウンド9カウント、時短システム電柱サポートあり時の通常大当たりも100回転。そして今回のバトルは実戦時間4時間、予告とリーチに出現率と信頼度を元につけたポイントを出現するたびに加算していき、その合計ポイントの高い方を勝者とするリーチバトルです。今回の NG リーチはサウスポーリーチ外れです。はい、それではピンクレディセカンドツアーのフローチャートの説明をしていきます。フローチャートはこのようになっております。ですね、まず回転開始が始まって、予告で大事なのがピンクハリケーンフラッシュという無事編の予告ですね。単体ではあまり熱いとは言えないんですけれども、大当たりに絡むことがとても多いので、はい、あれば安心と思っていただいていいです。その後に大事なのが白モンスター、これのフローチャートがちょっとスタジアム限定なんですけれども、スタジアムステージと夜景ステージでは白モンスターが出れば激アツになってます。リーチの種類系統として2種類あります。カメレオンアーミー系列の方とランキングボードから発展していく系列があるんですけれども、カメレオンアーミーの系列です と、UFO が一番熱いですね。これは前作と同じで UFO は激アツです。それで、カメレオンアーミー系列の場合は発展した時に実写カットインが出る場合があります。こちらも激アツです。ただしノーマル段階で終わることもありますので、多分期待は禁物です。 SP に発展した場合は、うん、もちろん激アツですので、一瞬なので見逃さないように、はいはい、してください。特殊発展としてはステップ2から、サウスポーに行く場合と、いきなりカルメンの SP に行く場合があります。いきなりカルメン SP は、カルメン SP 自体が結構厚いのであまり出現率は高くないんですけれども、はい、出た場合は期待していいでしょう。しかもトリプルだった場合は、信頼度は60から80ぐらいまでアップします。ピンク図柄のチャンス目は赤図柄、全部の赤図柄か全部のピンク図柄のチャンス目で、招待の演出に発展します。この時に、2ラウンドランプは欠かさず見てください。透明人間カウントダウンが突然 SOS か15ラウンド発見大当たりになるわけですが、ほとんどが透明人間カウントダウンです。透明人間カウントダウンの場合は2ラウンドが選出する場合と小当たりの場合があります。で突然 SOS は、2ラウンド確定でさらに電柱サポートもついてきます。
え、ジムグラウンド。ジムグラウンドはね、あんま出ないけど、はい、まあ、UFO モード確定なので。はい。はい、あの衣装が UFO を歌いますって言って、UFO の衣装になったら、ジムグラウンドその辺あたりです。ドルバク泳ぎです。はい、ドルバク泳ぎです。まあ、あとはあの UFO モードと、あとメドレーチャンスっていう、まあ、当たったらちょっとチェックしてほしいモードがあるので、その辺はまあ実践でちょっとまた説明して。そうですね。はい。行きますので。はい、いろいろありますので、あとは説明します。はい、チェックしてください。詳しくはパチンコ必勝版ドリームスをご覧ください。はい、では今回のポイント表です。このようになっております。まあ、だいたい白モンスターとか実写カットイン、あとは出にくいリールですね、あのカメレオン1スペシャルとかスーパーメドレーなどの激アツ出ただけで厚いリーチは、ポイントが高くなってますね。出ないですね、で外れてもちょっとあの点数加えるので、この辺はもう実力のみしかないという感じです。そして私がちょっと前回痛い目を見た NG 演出なんですけど、はい、今回はサウスポン前回転ならずにガセった場合も、もうマイナス50ポイント確定なので、いかにも出ないかを祈る大好きなリーチだと思いますので、まあ、UFO が出てきて光ったら、はい、がっかり、そう頑張れっていうふうに祈って頑張れ、はい、まあ、あとはね、あのプレミア大当たりとか再始動のならでは大当たりなど、その辺も出たら結構ポイントが稼げるので、この辺もチェックしてみてください。でリーチはもうスペシャルに発展しないとほとんどあのもらえないので、ポイントの方、まあ、これもね発展したら喜ぶぐらいでいいと思います。はい、はい、今回のレディースバトルにご協力いただいたマルシェ川口芝店は、産業道路を大宮方面に進み、外環道手前約500メートル、パチンコ263台、スロット237台を揃える大型店。毎週土日開催の当店看板イベント、地域最高峰を誇るマルシェスペシャルをはじめ、パチンコスロットともに一機種ずつを対象とした不定期イベントなど充実の内容。お客様が快適に楽しくご遊戯いただける空間であるとともに、出玉サービスに力を入れ、常にご満足いただける店舗作りを目指しています。お客様のご来店心からお待ちしています。まずは朝一の台のチェックポイントを教えてください。これも今朝一から打ち始めてるんですけど、朝一にまず見てほしいところがあるんですね。でカメラさん、ここをお願いします。ここで一番端っこの下から2番目、ここがあの朝一の状態で光っていると、朝一潜伏するんですね。各辺が潜伏しているんで、まずは朝一はここを見てください。ラムクリアしてないで電源をあの落としてつけた状態だと、各辺の場合ここは光りますんで、ここをよく見てください。続いてゴーチェッカーの説明よろしくお願いします。これがちょっとスルーと思われがちなんですけど、ここがへそっていうか電柱と一緒の入場口になってまして、ここに入るだけで保留たまります。で、初代の時ってこういってここの中に通って奥に入ると入場ということだったんですけど、今回はもうここに入っただけで保留がたまります。この奥に行った玉は真ん中に行くとスロットストックっていう演出なんですけれども、スロットナビゲーションという演出の出るケーキになるストックがたまるだけなんで、ここの奥に入ったから保留がたまらないとか、そういうなんだろう、保留がたまるわけじゃないんで注意してください。ちなみにここと電柱で拾った保留はピンク色の UFO です。色で判別できるからね。色で判別ができるから、ね、そう保留はへそは青、電柱はピンクと。さすがマスターオブピンク。そう、マスターオブピンクと呼んでください。マスターオブピンク。今月はもうピンクしかやってません。今回さやかは編集部で一人を争うピンク付けだったんで、はい、もうねゴールデンウィークっていうものはなかったです。ピンク、ね、ピンクの仕事。あ、ピンクアルケンフラッシュ。これ一連です。連続するほど暑くなるんですけど、2回目だけガセがあります。2回目、ガセないです。ただこれでガセる可能性が多いけど、これ3回目行ってますか。ピンクアルケンフラッシュ2回で、これで他の予告が絡むと暑いけど、ステップ1と青地球予告が微妙だな。
ルリーチと、そうですね、その後のね、ジェシアさんポイントがね、あとはここで実写が出ればと思うんですが、一番弱いパターンです。ここのチャンスアウト、今写真の背景が炎でしたよね。今よ、2人とも炎だと SP 発展確定です。で、必ずこれで SP に発展します。はい、ここから SP セクシー、どうだろうな、弱いジャグですよね。でも結構弱いですよ、ピンクには当たったね。で、この海の中で初代のフランケンが泳いでたらプレミアです。さあどうだ、これマイナス1個までを終わる寒いパターン。まず北ジャスは2の方で煽るんですけど、そうだね、それがね、それはちょっと弱いです。やっぱりステップアップが結構絡まないとね、2連続が3回してもちょっときついかな、ね、逆に1連は1回でも2回でも当たるんで、そうそう、ね、うん、そこまでね、連続の、そうですね、3回しなきゃいけないってわけじゃない。そうそうそう、複合複合スペックもちょっと難しそうだけど、うん、覚えればまあそうです ね、仕組みはそんなに、うん、難しくない。そうそう、判別だけだよね。そうだから、まあ後々いろいろ説明すると思うんですけど、図柄の色とかが、そうそう、まあ、最初分かりにくい人いると思うんですけど、ピンクと青は通常か確変、うん、37は確変確定です。あ、ショータイム、ショータイムで2ラウンド確変か小当たりか15ラウンド大当たりなんですけど、ここをカメラで寄れますかね。寄れないかな右下のランプで、ここのランプがですね、あ、真ん中なんで小当たりですね。ここが左なら2ラウンド確変で、一番右だと15ラウンド大当たりですね。これは一応ミッションってことだけど、なんか何のミッションとかあるよくわかんないですけど、そうだね一応ここのピンクレディが全部全点灯すると、まあ、大当たり確定なんですけど、うん、あ、バルーンです。これ飛行船の代わりですね、代わりだけどリーチになればまあちょっと期待度アップ、あ、ならない。あ、残念。今日は本当は全身ピンク色の服で来る予定だったんですよ。なんでダメだったの？え、お母さんに、うん、まあ、林やなんとかみたいに言われて、じゃあ一応着てみは見たんだ。え、着てみたの？まあ、で、これどうかなって言ったけど、うん、そしたらそう言われたの、林田なんとかさんみたいに。でも、あ、これはコンビネーションですね。これまあ、3つ揃ってモンスター3つ揃うとリーチ確定です。波とか透明人間とかはそれぞれのリーチで対応してます。結構プレミアもあるから、はい、7とピンクが揃うと大当たりです。あと白モンスターが出る時とかもあるんで、右リルだけ白モンスターとビッグヒットっていうのがあるんで、ここもちょっと期待ができるんですね。もともとピンクレディの曲とか知ってるの？ユーフォーテール、あ、これアクティブインプレスメモリーじゃないの、揺れ、縦揺れ、横揺れ、縦揺れ、回転があって、縦揺れは2番目ですね。でステップ3行って、ピンク滑りピンク滑りは右図柄のみと両図柄があります。両図柄の場合は、上位の図柄に変わります。サイドにあまり差はないです。渚ばっかだな。ピンクが出てきてリーチにならないで、なかなか上に行ったら、うん、メドレーリーチ、そうです、上がメドレーリーチ、が上がっていけば、今両方方法だったんで、これ SP 行きます。いいの、渚ばっかですよ。いや、でも当たるときは当たる、うん、でも意外とこの保留の予告も、うん、当たりに絡むこと多いんで、そうだね、1は超えたい。これは、ね、三種道並べ場がない。前作のピンクは結構打った？ちょうど打ち始めた時ぐらいなので、そ, うん、そんなに、あれ？マジで打ってないの？パチンコ
始めてちょっとぐらいの時かな。あ、じゃあちょっとまだハマる前ぐらい。そうですね、そこまで打ってなかったかな。これは本当に免疫中の免疫で、もうすごく夢中になってみんなも打ってたし、ね、私も打ってたんですよ、うん、みんなピンクすごい面白いって言ってますよ。そうそう、でずっと2のね、出現待ってたんだけど、やっとね今回かなり間空きましたよね。そう、4年半、4年半だ、約4年5年とかでね。それは大人になりますわ、私もよくわかんないけど。成長した、成長した、成長しましたか。女になりました。女になった。基本はこのスタジアムステージだよね。そうですね。で、背景チェンジ3つのステージで移動していくんですけど、なんかどうも、すぐに背景変わると、次の回転でまた次の回転で変わるっていうのだと、どうも熱いっぽいです、実践上ですが。あとはあれだよね、その変わる順番が違うと超激アツみたいな。そうそうそう、崩れは超激アツ。セット1、2ピンクレディーで3ですけど、ね、あ、そうだ、今回 NG リーチはサウスポーですっけ。あ、そうだね、サウスポーでも結構、結構出ますよね、出てリーチにならないからね。そうだな、怖いな。でも出ないときは全然出ないからね。パック編集とかがちょっと注意だね。いや、そう、もう編集出ますわね。 UFO モード中とかね、結構ガセでも出るから、まあ、とりあえずでも当てないとな。怖いな。そうそうそう、まあ、当たり引けないとね。あ、ステージ、ステージこれ、ボタンを押す場所によってこう場所が変わるんですけど、はいはい、それの法則崩れもあって、高速崩れの場合は、白門並みの暑さを誇るんですよね。白門ぐらいの暑さ、うん、あの船ステージだけ白門が出ないんで。あ、そっかそっか、その意味でね。じゃあちょっとよく見ないとね。モンスターの色は3種類あって、普段が黄色で、白モンスターっていうものがすごく熱く期待できますね。で、今回からプレミアというか超激アツのピンクのモンスターが見たい。ね、見たいね。そう、出したことないね。うん、写真で見る限りちょっと肌色っぽくも見える。そうそう、そうだとピンクじゃないのよね。ここから発展してスペシャルっていうリーチになるとかなり暑い、まあ、ほとんど行かないです。でもスペシャルがね、この間打った時めちゃくちゃ外したんですよ。え、めちゃくちゃ、めちゃくちゃって言い過ぎですけど、2分の0でした。嘘、はあ、出ないからね。あ、出ないです、ですね。あ、これなんですね、ランキングだ。ランキングボードエースといって、いろんな、あ、カルメだ、いろんなリーチに発展します。ここからショータイムに行くときもありますね。このカルメンはトリプルリーチだと期待度がアップしますね。さあ、このアドです。ここがさあ、ここで結構トリプルになれば全然期待度が高いんですけど、あ、いっちゃった、緊張の瞬間ですね。当たれ、あ、まあ、ここで発展すると、発展して、あ、出る、あ、やった、発展した。いやでもない、ある当たるだけ当たるけど、この次で3で止まっちゃうのが嫌だよね。そう、ここ次で、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 あー、あー、ほら、だいたいここでね、ダブルだと、あー、残念。あ、夜景ステージ来ました。夜景ステージは、夜景ステージで当たると UFO モード確定なんで、本当にめったに当たりません。そうだね、だからステップ4とかでね、熱いの出てもちょっとね、全然ちょっと、ちょっと残念な気持ちにはなるんですが、ね、スタジアムで出てって感じ、うん、その代わり、夜景からスタジアムに移行した回転でのリーチは期待度がぐっと上がります。
40万ぐらい買ってる。マジで。じゃあ今日ちょっと期待できるんじゃない。怖いですね。怖いですよ。反対に。とりあえず初当たりを引かないと安心できないから、そう、ちゃんと3、7で当てるか、UFOモードいかないと、いかに UFOモードに入るかがこの機種の鍵なので、当たったからって一押しできないところが、まあ、ギャンブル性の高さを表してるっていう、ね、潜伏確変でも保険中にはまると一発飲まれちゃったりしますからね。そう、サポートがないので弾が減ってしまうんですよ、ね、そうなんですよ。いや、これからですから。いや、でも本当だとね、NG ポイント引くのがすごい得意なんだよね。怖いわ、NG ポイント。NG ポイント多すぎじゃね ?50 って。50ひどいよね。それひどいですね。まあ、前回も50だったんだけど。50貯めるの大変なのに。やだ、もう。透明人間カウントダウン中のバリンコン。あんま見たことない。ここがピカピカしてるところ。あ、3階行きました。3階行く。3階ですね。ステップアップがな。でもステップアップのないあれなんで。あ、そっかそっか。他に絡むとしたらアドバルーンがこの後ですね。スマーテンパイオンとかが。あ、嘘。まだ分かんないけど、ここで行く場合も最後の最後の場合は渚のシルバットは否定します。いきなり透明人間がいきなり UFO に行くんで、最後の最後のパターンが一番いいです。デシャカットインがあった方がもっと良かったでした。頑張って。プレミアムは流星だ。これはフランケンが出るよ。フランケンが、あと大当たり図柄が全部、この図柄が全部大当たり図柄とか。そして夜景ステージのさやか。大地さん、あ、ピンクロですか。これ渚のシンドバッグの前半部分なんですね。この後に爆発するとステップ3ですね。まあ、2人だけで UFO ステージか。前半部分のイントロだったんで、前半で終わる可能性もバリバリあります。今カメラアームの子の文字いつも黄色いんですけど、赤かったです。ちょっと来たいだって。さあ実写来るか。実写が出ない。夜景ステージだったっていうのが心残り。そうだね。というかちょっとかなり心配。あ、せめて発展すれば。発展はする。いや、炎も出てなかったし、前半のイントロだったんで終わる可能性はあります。あ、そうね。なんか見せ場という見せ場が、まあ、なんか若干熱いのは当たってもいいかもっていうのはありますよね。そうだね、多少っていうのがあるけど、そこまでみたいなのが、うん、ないですね。白物とかね、そういうのはないかも。 UFO の SP とかね、あ、ない。多少はね、期待できる。
そうですよね、実写もないし、なんかそうよく思うと、うん、前回の海の沖縄は全力900ハマって、その前の歌舞伎町道は羽田で自体500ハマってたんですね。あ、じゃあでもエヴァはさ、初回だけすごい、出たけどな、朝一早く来なかったらハマるんじゃないの。そしたらやばいかな。続いてる。え、なんでステップアップがないの。何もないですね。あー、あー寒い、滑りがない。せっかくの3階だ。あ、まあ、じゃあせめて UFO 行きましょう。 UFO、 はい、だった。さあもう1回、よし UFO、 これでスーパーに自社買ってこい。あー来ない。ここでですね、発展すれば UFO ならそこそこ多食体持てるんで、今日初の UFO。 私たちこれから脳内人間を歌います。それでも行きました。まあ当たっても、まあ間違ったらないぐらいですよ。頑張って。ちょっと弱いけど。頑張れ。あ、当たった。やったー。よし、サンドだ。来い。あー、まだまだ分かんないですけど、当たったー。スーパー。ユーフォースーパー。超超。ここで超って出ればユーフォーの確定なんですよ。まあ当たったんで。ここでですね、UFO が出ると UFO モード確定なんですよ。次のラウンドに期待しましょう。さあ果たしてバリンコンの台は UFO が流れるのか。 UFO 来い。じゃあ、 カメラさんいいですかね。潜伏各辺の判別の方法なんですけれども、ここのランプのですね、下から2番目と3番目のランプを見ます。でそれぞれ の結構ランプの組み合わせがたくさんあるので、その判別方法はフィッシュボンドリームスとかオリフォを見てちょっと全部載ってますので判別していただきたいんですけれども、大当たりが終わってしまうとここ消えちゃうので、大当たりラウンド中に判別してくださいね。はい、ただいま実践中ですが、ここでピンクレディセカンドツアーのランプ説明をしたいと思います。はい、ピンクレディセカンドツアーで一番重要なポイントと言っていいのがランプだと思うんですけども、重要なランプは3つあるんですね、はい、まず朝一ランプ、これは開店と同時に入って朝一の状態の時に、一番右側の下から2番目のランプが光ってる台があったら、これは確変線の確定の台なので迷わずにそちらの台を、はい、取ってください。で朝一限定です、はい、で次のランプが2ラウンドランプで、これは、ショータイム演出またはアンコールタイム中や UFO モード中はピンクレディチャンスの時に見てほしいところなんですけれども、はい、2のランプが光れば2ラウンド確変、はい、で、真ん中2と15の真ん中のランプが光った場合は小当たりです。なんでまあここは2だけ見てればいいですね。まあ15はあんまり直撃あったりはないですね。そうですね、まあ、ここはアキラとかと同じなんで、はいはい、ここはチェックしてください。はい、です、はい、で一番重要だというのが4連ランプ、うん、これはですね、内部的に通常モードの場合、3つのステージプラス透明人間カウントダウン中に青はピンク図柄で当たった時に見てほしいランプなんですけれども、まず左側と右側であるんですよ、透明ランプで、これがへそ入場に対応しているところと電柱入場、ゴーチャッカーで対応しているのが右側、左がへそ入場に対応してます。でどっちで当たったかを見ることがまず大事です。液晶の右下に、2つ数字が並んでいるところがあると思うんですけれども、3つ数字が揃っている方を見てください、はい、右側だったら電柱で左側だったらへそなんで、そこを確認してください。
でですね、その4連ランプのパターンで各編選択をしているか、ラウンド中に昇格するかなどが分かるという、うん、そうです。その細かい判別方法はドリームスやオリフォーなどを購入していただいて見ていただければなと思いますので、全部載ってます。こういう感じで載っているんですが、ちょっとこれが放送するときにはこちらドリームスはもう新しいものになってしまっているので、辰巳出版の携帯サイト超速実証本 SP の方でですね、携帯ですぐに確認することができるので、持ってくるの忘れてしまったとかいうときは携帯ですぐに確認できるので、そちらの方もご覧ください。はい、はい、チェックしてください。はい、であとですね、もう発売して1ヶ月過ぎてしまうんですが、最強パチンコ必勝本ピンクレディセカンドツアーというピンクレディだけの必殺本も出てます。そう、プレミアとかも全部載ってるので、ピンクファンの人は開発がも載ってます。はい、ぜひ、設定が宣伝してるよね。はい、イラストがの前段階とかもいっぱい載ってるんです。そう、本当にここでしか見れないイラストがいっぱいありますので、はい、ぜひぜひファンの方は買ってみてください。はい、ランプも全種類載ってますので、はい、ぜひぜひ見てください。チェックです。はい、そしてバリンコンの台は白編成分です。でもですね、この後に UFO モード入らないでメドレーチャンスっていうモードに入ると、連中サポートがないので弾が減ってしまうんですよ、当たるまで。だからいかに早くとかを自力になってしまうので、本当はこの時点で UFO モードに入った方がいいんですよね。まあでも単発の場合もあるので全然ありがたいんですけど、でもやっぱこれを知ってるのと知らないのではかなり違うんで、本当これだけは覚えておいて、本当本当欲しいですね。平気で結構100とかにやっぱハマるからね。ハマりますんで、本当にやめちゃう人とかいますからね、わかんないと。そう、メドレーチャンスが終わっても潜伏は続いてるので、さあなるべく早く当たるように頑張ります。まあでもあと1回大当たりが来るのは確定してるので、そこぐらいだよね。ですよね。バリンコン18回転目に、あ、白だ、白、白も来た、白も来た。さあ、あとはもう37、あ、まあ6でも、まあ全然いいです。暑いですよ。お、これ最後発展かな。あ、当たった、わーい、ショートアタックですよ。よし、37いけ。ここまでの得点、バリンコン33点、さやか26点と僅差。バリンコン2回目の大当たりも各編潜伏で一気に引き離すことができるのか、それともさやかが逆転するのか。一回 UFO モード引けば速度が速いから、そうですね、全然ね、逆転できるよね。ピンクレディはいかに UFO モードに入るかっていうところがポイントね、本当だよね。今のところメドレーでもたまらずに、そうそうそう、まだね、まだいいんだけど、ピンクレディ、うんうん、100回とかになってくるときついね。しかもピンクレディってさ、出玉がそんなに多くないでしょ。だからね、余計きついですね。バリンコン37回転で大当たりした後、潜伏各編のメドレーチャンス中5回転目に、非常に危険だ。シートバットでも当たりますからね。しゃが出ないですね。ね、結構出るんだけど ね。再始動でも UFO モード確定じゃないんだっけ。再始動で UFO モード確定じゃないのはきついな。お、外れた。あ、白持ってた。これだ、20ポイント。あ、これ、これで3
スポーだね。あ、これは当たるでしょ。これは当たるよ。当たるけどマイナスじゃないですよ。いやいや、ほらほら、マリコンのファンの皆さん、オーラに勇気を、勇気をではないけど、当たるって言ってください。まあ、当たるでしょうが、まあでも、白分で外れる場合もあるっていうのが、この、ちょっと勘弁してよ。よし。まあ、とりあえず応援からは回避できたと思うんで、このね、当たってからのね、リーチは本当サウスポーは最高ですよ。かっこいいな。3で当たれ。まあ4はないです。あ、5か。5だ。はい、あざーす。やったー。よし、来い来い。37。あー、超超さて、言うぞ。超ローマンが待ったのに。お、サヤカが UFO リーチ。そう、なんか出てません。ちょっと応援からは。では、サヤカの UFO リーチを見てみましょう。このね、当たってからのね、リーチは本当サウスポーは最高ですよ。かっこいいな。3で当たれ。まあ4はないです。クリスメモリーが4。あ、5か、5だ。はい、また。あるので、はい、それに望みを託すしかな。頑張って頑張って、これピンク。あー、うー、あー、まあ、発展しないのを祈るしかな。まあ、ないぞ。ピンクエから、あー、やばい。あ、でも実戦で数値出したんですけど、あのラウンド中の昇格は青もピンクもあんまり差がなかったんですね。ラウンド中は昇格に関しては選択する場合はピンクの方が多かったんですけど。あ、そっか。あ、流星出てますよ。次の、次ですよね。次がチャンス。100ポイント差をつけているバリンコンですが、ショコタンショータイムがないじゃん。あ、ちょっと嫌だ。出た。マイナス何ポイントですか。5。いや、こんなサスポー出るかな。ちょっとやだ。
ず夜景を抜けるまでは出す気がしないですね。あ、ストップ4。あ、なんか招待の濃い気がするんですけど、ショータイムが、あ、そうです、カルメン、はい、そうですよね、なかなかな、あ、初ですね、そうだね、好きじゃない、そうです、大好き、可愛いの振りが、いるわ、ペンギンがね、ロング、ここが可愛い、ロング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 、あ、5ポイントゲット、ここも好き、これ、これ好き。まあ当たったら奇跡だ、頑張る、再始動するわけがない。さやかここまで未だ当たりなしですが、今なら全身ピンク色でくればよかった。夜景抜けのステップ、あ、リーチですね。ただ UFO 滑りがなければ、はい、UFO 滑りがなければ、いい UFO 滑りでも、あ、リーチだ。今ここフラッシュしなかったの？しました、全身時でしょ。そう、ズバル天使時にこの青色のランプがフラッシュすると、してたと思うんだけど、スポットライトフラッシュという予告で信頼度が結構上がるんですね。で、ほらほらほら、これ出たっぽいよ、出たんじゃない、来ているかもでしょ。実写でもノーマル段階で終わることはありますが、フラッシュしてるからさ、見逃した、フラッシュ見逃しましたわ。そうなんですね、気をつけてほしいんですけど、この青のランプが、お、今日のちょっと初の防衛ポイントやばい、ノーマルで当たっちゃう、普段だったら透明人間の場所なんですけど、これが次のラウンドで UFO かかってれば UFO モードが確定です。透明人間だ。でもこれさ、夜景抜けてからじゃ、はい、それでも UFO モードの確率が超下がるの。そうです、そうなんですよね。ただ、これ下がるんですけど、潜伏の場合も、潜伏付けの場合はありえるんで。あ、そうか、楽しみですね。まあ、ランプを見ながらランプを見てみましょうか。左側のへそ優勝の方です。通常、いや、一応これ潜伏だけのあれなんで、ラウンド中昇格が、はいはいはい、ちょっと見ないでください。言わない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 、顔にも出さないし、本当ですか、言わない言わない。ほら、もう出たもう14ラウンドで上がるときあるの？あります、あります。じゃあ分かんない。そうなんですよね、分かんないです、まあ、私は知ってるけど言わないけども、いやらしいわ。もう終わっちゃうよ、終わっちゃうよ、終わっちゃうよ。ほらメドレーチャンスが出るでしょ。3発だったんですよね。そうです。だから普通だよ。そして単発で終わってしまったさやかですが、夜景地獄ですか、夜景地獄ですか、夜景、あ、出た、あ、出た、ちょっと待ってよ、外れるよ絶対、もう外れるでしょ、当たっちゃわないかな、当たっちゃわないかな。やだ、今日は一日出さない予定でいたのに。やっと気持ちがお分かりになった、すごい分かりました。落胆するんだ、すごい落胆しましたね。マイナスもずっとでっかいから、でっかすぎる。あ、これでちょっと同じぐらいになったよ。そうですね。さやかついに NG リーチを出してしまいましたが、ここから見せ場を作ります。透明人間のロモンスターのセットで予告してます。普通に白も出ないのかな、ないですよね。モンスターが全部バーって降ってきて、力を全
るのはあるんですけど、UFO モードに入りました。さあ、 UFO 連続予告が見えます。そうですね、基本 UFO モード中の予告はこの UFO 連続予告なんですけど、これちょっと保留を見てないと連続予告してないか分かんないんですよ。この減ってか、また今のは 2連に見えるんですけど、保留が減ってるんで反対ですよね。結構出るからね、ずっと。そうなんですよ、だから保留をよく見といてください。あとUFO が出なくてもさりげなく疑似連してる場合があるんで、そうちょっと分かりづらいんです。まあもう UFO モード中、アンコールタイム中は保留を凝視してます。疑似連です。あ、これ小 UFO いましたね。これ現地になります。この時に白ボンがピョーって出てくる場合があるんで、別に確変期待度には影響はないんですけども、まあ普通に期待度が上がります。やばいんでねえの。やばいですね。お尻がなんだ、止まって、止まった。でもね、この最後に蜂があるっていうのが ね、ちょっと不安ですね。あ、闘牛います、闘牛いますね。これプレミアです。あ、じゃあ絶対当たるね。はい、当たりますね。お、あ、7で当たって、あー、走っちゃった。当たるじゃん、そんなの。プレミアでね、上がってほしい。上がって、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 上がって。さあ、そうだ、これを説明しないといけないんだ。あ、ハテナがある。 UFO モード中になると曲の選択が変わります。サースポーと SOS とカルメンですね。ハテナの場所はカルメンの場所です、普通は。それでですね、先ほどピンクと青は通常価格編ということだったんですけど、一旦UFO モード、連鎖のある状態 UFO モードとアンコールタイムに入るとピンクと赤が確変確定なんで、8が通常確定、通常確定というか、まあラウンド中の昇格を除いては通常になっちゃうんですね。だから一旦連鎖あり状態になったらもうピンクと赤で止まることを祈るのみです。まあ、これで通常だったらアンコールチャンス入るからね。そうですね、アンコールタイム入
から通常確定なんで潜伏することはないんだよね。そこに一回入っちゃうと。あプレミアはね、ねえ、両モードにしてほしいよね。まあ、これはちょっと予告がちょっとだけ、そうですね、かなり特殊ですね。スタジアムステージのステップアップの疑似連が符号というかする感じになっていて、ステップさんからいきなり始まるんですね。ステップさんが出たら疑似連確定 で次の回転でステップ4の続きから行ったりステップさんで止まったりすることもありますが、まあ、もちろんステップ5まで行った方が期待度が高くなる。でこれも何もなしに疑似連する場合もあるんで、もう保留をずっと見てる。今実例しましたね。まあ2連合戦もいっぱいあるんですが、保留を見てるか、あと何回っていうところを見てれば回数減らないんで、実例した場合は。あとはミニキャラとしてペンライト振ったり、ピンクレディの看板の文字が点滅したりするとか、これも全部いっぺんに出たらプレミアです。UFO モード中とアンコールタイム中はリーチが限られているんですよ。カルメンと SOS と UFO とメドレーだけです。あとそのノーマル、あ、そうですね、カメレオンのノーマル、ロングスペシャル。ノーマルはないかな、ロングスペシャルかな。だから SOS で当たった時とかは悶絶です。全部 UFO モードアンコールタイム中は確変なんで。あ、サウスポーもあるわ。サウスポーも確変です。意外とある、うん、意外とある。渚と透明以外と。さやかアンコールモード残すところ15回転を切りましたが、いや出てよ、ステップアップ疑似連。ステップアップだね。ねえ、1回ぐらい出ても、出てもいいでしょう。あ、出た出た。これで疑似連しますか、必ず。で4から5が効かないけど、モンスターも出なしもだ。 SOS ですね。あなたの大好きな、大好きですか。期待度は低いです。 SOS ペンギンが出たらプレミアム。そうです、ペンギン、奥にペンギンがいる場合がいます。おお、出たらどんぐいった。これが大好き。当たんないよね。ねえ、ねえ、ねえ、まあステップアップ見せられたからね。まだ、うん、終わった、終わっちゃった。でも一応大まかな全員見せられたから。そうですね、なんとかよかった。 UFO モード見せられてよかったです、ね、システム的なのはもうこれで、うん、あとは皆さん頑張ってください。見ていろんなもの見てください。そう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 、いろいろあるんで。もうね、あと大当たりの直撃音っていうのもね、あるから、はい、そうですそうです。あ、その話をしようと思ってたんださっき。そうなんですよね、作編中とかはよく聞けると思うんですけど。そうですね、変装家電中入賞時にカメレオンアーミーの音楽がピン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 フレディっていう音が鳴る場合があって、それが大当たり直撃音なんですけども、ピンクレディの方は確、はい、UFO モード確定だよね。そうです、カメレオンアーミーの方は大当たり確定で大丈夫ですね。と、ここで今回の実戦は終了。果たして勝負の結果は。アミでした、はい、でしたけども、はい、実戦終了です、はい、じゃあポイントの方を発表していきましょうか、はいはい、私の方が、
H08A 高橋さん、やめてよそういうの。何160です。160ですか。そうだけど、でも現段階では、バリンコンさんの方が勝っている、まあ、そうだね、この時点ではなんだけど、はい、まあ、前回からの NG ポイントあります。チャンスボのマイナスを、あ、何回見ましょうか。私ですか、うん、1回、ワン、はい、私の方はちょっと4回出ました。ということで差し引くと私の方が58ポイント、はい、わー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 。私はちょっともうテンション低いんですけどマイナス40です。なんかこの間もマイナスでしたよね。そう、なんかもう分かったんだけど NG ポイントをなんか出す才能があるのか分かんないんですけどそんな才能いらない。もう次で、まあ、署名するんで3回目ってことでちょっと納得いかないけどいいのかよく分かんない。まあ、今日はさやかさん、はい、バーチ持っちゃいますよね。私手玉では全然出してないと思うんですよ。本当だよ、ね、エヴァ以外はね全部ダメなんですよね。なんかこういう腹黒いのとかってるみたいですか。まあでも一通り2人で出せたから演出の方はね、うん、そうですね、いろいろ見せられてよかったと思います、うん、結構複雑な題なので、そう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 、はい、今回の見て勉強してピンクレディをもっと楽しんでいただければと思います。なんか爆発力本当にある台なんで、はい、皆さんもうチコ玉打って、チコ玉よくわかんないけど古い言葉ですね、チコ玉、はい、はい、じゃあチコ玉、チコ玉打ちましょう皆さん、うん、じゃあまたっていうことで、はい、また次回のバトルで会いましょう。じゃあね、はい、バイバイ。なんかテンション高くてうざいうざいんだけど、何この人